じゃあいろんな人に話しかけてみようかな。この人まずちょっといいか。上山、神山だっけ、神山さん。あんた昨日入ってきた新入りだな。そうや、自分道具の加工を得意としてる。そうやな、そうそう、そうだよ。俺も去年までは沖縄では少しは名前が知られた職人だったです。喋り方変わってない、全く。そんな職人がなんでこんなところにおるんや。いろいろあったんです。取引してた事務所というか組というか、そこに警察の手が入ったんです。で、俺がそこにたまたま居合わせて取り調べされて、ちょっと悪いことしてるのもバレちゃったんです。最悪じゃん。もう悪いこと何しとったんや。まあその武器とかそういうの作ったり改造したりです。うわ、でも俺は人を殴ったりとかしてない。武器を作って納入してたのも強引に押し付けられて仕方なく。まあええわ。その腕を見込んで頼みがあるんやけどな。こう先っちょにフックがついてるロープ状の道具を手に入れたいんや。なんとかできんか。材料さえあれば作れると思う。何に使うですか。悪いがそれは話せへん。ただあんたに迷惑はかけん。それは丈夫じゃないとダメですか。せやな、100キロぐらい引き上げられるくらいや。いや結構丈夫じゃないとダメだね。分かったよ。それ以上は聞かない。急にため語。ロープじゃダメです。まずは鎖を手に入れて。ここの囚人が持ってるの見たことあるです。鎖、そしたら鎖付きフック作れるです。喋り方どうにかしたいな。どうやって入手できるか知らないけど、ここでももう揉め事は気をつけて。1分もすれば刑務官がやってくるです。1分、分かった。鎖か。この人は元搭乗会の極道。冴島さん、あんた騙されてるぜ。え、何、どういうことや。俺も搭乗会にいたんだがよ、浜月って男、あいつは信用ならねえ。中国のマフィアと組んで搭乗会を乗っ取ろうとしたとも聞くしな。浜崎を恨んでるやつは多いぜ。そうだね、中国マフィア。浜崎に文句があるんなら直接浜崎に言うたらいいやないか。くだらんこと俺に言うやな。言うなや。利用されて捨てられるって言ってんだよ。脱獄するから手を貸せとか言われたんだろ。言われた。ダメ、悪いこと言わない。考え直すなら今のうちだぞ。騙されてんの私。なんか喋ってるな。一本用立ててもらえないか。勘弁してくれや。ここのところ毎月やないか。俺かてそんなに死ぬ気はないんやで。別にいいんだけどよ、刑務官と囚人仲良くした方が互いのためじゃないのか。賄賂これ。結局金かよ。分かったよ、組に連絡しとくからいつもの口座から引き落としたらええ。すまんな、刑務作業楽なのにしてやるから。またよろしく頼むぜ。こんな関係が気づかれてんだ。なんだこの人、噂好きの囚人。よう、あんた何やったんだよ。俺か。ここの大務刑務所に来たんだからよほどのことをしたんだろうな。教えてくれよ、何やったんだよ。黙っとれ、余計なことに首突っ込んだら怪我で済まんぞ。へへへへ、怖い怖い。わー、いろんな人がいる。タバコありなんだ。これはヨモギだな、食べられそうだ。え、ヨモギ、ここ書いてんの、ヨモギこっから食べるんだ。もう生きるの必死。あ、なんか名前ついてる。あんた入所早々に派手な騒ぎを起こしたそうだな。まあいい、ここは見ての通りかなりの異質な刑務所だ。普通の日本の刑務所と違って私物を持ってるやつも多い。見ろ、あいつなんかタバコを吸ってる。なんか自由だね。どうやって手に入れられるかは自分で考えろ。刑務官に目をつけられなきゃここは結構快適だ。快適なんだ、うまくやるんだな。タバコ好きの囚人。おい、タバコ持ってないか。あの人にね、聞けばいいのにね。アホか、刑務所でタバコなんて吸えるか。お前新入りだろ、挨拶代わりにタバコぐらい持ってくるのが礼儀だろうが。厳しい。
厳しいこの人。うわ、この人強そう。あ、お前さん、あそこの角にいるやつのこと知ってるか？誰だ？いや、あいつには注意した方がいい。何でもいろいろな護身道具を手に入れて備えてるらしい。誰かに狙われとるんか？そういうわけじゃないんだがな。こんな物騒な場所だ。いろいろと備えてるうちに止まらなくなっちまったんだろう。え、趣味になっちゃった。考え方はわかるけどな。かえって目立ってしまって逆に狙われかねない。ここじゃおとなしくしといた方が利口だぜ。え、なんか持ってるかもね。あの人強そうだもん、なんか。わあ、優しそうな人いる。お前新入りか。そうです。け、あいつの悪いやつだ。いいか、この刑務所は普通の刑務所じゃない。凶悪犯罪者ぞろいだ。そんな態度だと長生きできねえぞ。やっぱここもコミュニティが大事なんだ。林田さん、片岡さん、この間持ってた武器すごいっすね。どうやって手に入れたんですか？この前官房工事してたろ。その時にな。それに鎖も持ってましたよね。すごいな。お、鎖持ってる。鎖欲しい。くれるかな。お前鎖を持ってるそうやな。持ってると言ったらどうする？貸してほしいんや。貸す？ははは、冗談じゃない。ここでは道具は命の次に大事なもんだ。入ってきたばかりのお前に誰が大事な道具を預けるかよ。確かに。すまんな、俺にはどうしてもその鎖が必要なんだ。力ずくでも貸してもらうで。え、戦う？嘘、囚人。え、1分以内に倒さなきゃ来るよ、刑務官。あ、刑務官来る前に片をつけなければ。うわ、怖っ。1分制限来てる。うわー、待って、急ぎ急ぎ。よし、しかも3人も来れ。おー、倒した。よいしょ。あ、やばいやばい。いやー、やめろ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 。あ、回復して。よし、うわ、いけ、倒れろ。いやー、待って、よし、くれ。よいしょ。お、どうした、26秒余ってる。やった、早い。くそー、渡し方、鎖を借りた。悪いな、恨まんといてくれ。俺にはやらなあかんことがあるんや。何に使うかと知らねえが、用が済んだら絶対返せよ。返せんの？脱獄したら無理じゃない？あ、分かった。てか、めっちゃジムみたいな場所があるんだけど。鍛えれるんだ。これでお願いしよっかな。鎖手に入れたで。おお、すごいです。これならきっと使える。ただかなり、お、重くなるです。いいですか？あ、かまへん。じゃあ次はフックの部分だです。鉄でできたでかいフォークみたいなのとかあるといいです。鉄？でかいフォークやで。あ、はい、そうだです。うん、ここでは刑務作業で畑仕事してる人もいるです。ああ、その農作業でそんな道具見たことがあるです。結構でかいやん、農作業の道具か。畑仕事もしてるとこどこ行きゃいいんだ。この人とかどう？この刑務所に来たらシャバには二度と出られんのかな。さあな、刑務所のお気に入りになれば出られるって話を聞いたこともあるけどな。紐付きってことが、一生警察の犬になれってことは、殺されるよりマシかもな。せいぜい刑務官に睨まれないようにしようぜ。今日の晩飯なんだろうな。たまには焼肉が食いたいよ。まったく、食いしん坊の囚人。グルメ同士繋がってんだ。せっかく沖縄にいるのに出てくるものはきんぴらだの、星切り大根だの、たまにはソーキとかラフテーを食わせるよな。沖縄名物よ。何でも食っていいって言われたらお前なら何を頼む？俺、カツカレー食いてえな。何この幸せな二人。カツカレーか。厚めのとんかつに甘めのカレーをかけてよ、飯と一緒に食うんだよ。思い切って頬張って、ハフハフってな。
最高。知ってるか、カツカレーには甘めのカレーが合うんだ。甘い方がカツのうまさが引き立つんだよ。知らなかったそれ。最後はカレーと飯を混ぜちまう。ぐちゃぐちゃにしてカツと一緒に食うんだ。嫁には怒られるが、これがやめられなくてな。嫁さんいるんだ。あんたの話聞いてたらカツカレーが食いたくなってきたよ。また食い逃げでもするか。何？純粋この二人。なんか癒された。あの人か、刑務官。なんだ、なんか言うか。ちょっと水飲みたいんや。通してくれへんか。仕方ないな、早く戻るよ。あー、通れるんだこれで。こっちのエリアね。うわ、刑務所入れるとかすごいよ。こっちは行けそう？行けない。ここは？水ってどこで飲めんの？あ、ここか、水。いけないんだ。この男の人はどう？グランドへ戻んのか？ああ、せや。通してくれへんか？いいだろう。誰だろう？この二人、グルメの二人？あ、違う。川名さん、すげえいい体ですよね。筋肉つきまくってるじゃないですか。確かに。ああ、そうだな。あ、来た！農作業で鍛えてるからな。すげえな。俺も農作業すっかな。バカ、刑務官から信頼されてないと任されないんだよ。お前らより日当たりがいいからな。ニット？農作業？来た！川名さんだ。あんた刑務作業で農作業しているそうだな。ああ、署内にいる。畑を任されてる。俺は模範囚だからな。信用されてんだ。その農作業で使う道具の中にでかいフォークみたいなのはないか。クワ？ああ、クワのことか。確かにフォークに似てるな。土を耕すときに使うやつか。そうか、頼みがあるんや。それを少し貸してくれへんか。おいおい、道具をなくしたら一大事だ。そう簡単には貸せねえよ。それに今は持ってない。クワって結構大きいよね。どうしてもそれが必要なんや。すぐバレそう。うん、必ず返してくれるんだろうな。ああ、そうだな。タバコをくれたら考えてやってもいいぞ。うわ、タバコ？タバコ？そんなんどこで買えるんや。バカ、ここは刑務所だぞ。タバコ屋があるわけじゃねえ。差し入れとかで手に入れてるんだよ。差し入れ？さあ、さっさとタバコ持ってこいよ。それまでにはクワは用意しとくよ。奪い取るにしても今持ってないんじゃどうしようもないな。タバコを調達しなきゃいけないんだ。このタバコマンはどう？すまんがタバコ一つもらえんか。あ？お前心理か？ああ、そうだ。髪型決まってるね、この人。お前入所してすぐ大暴れしたそうだな。俺もちょうど食堂にいてな。見てたぜ。懲罰食らったお前には悪いけどな。楽しませててもらったぜ。お、これは燃えるんじゃない？あ、こいつは差し詰め。入所祝いだ、持ってけ。タバコくれた、優しい。本当はタバコは貴重品だ。そう簡単には手に入らないんだぜ。じゃ、またな。何？爽やかマンじゃん。体格良すぎ。なんか、意外と簡単にゲットできた。俺、タバコ持ってきたで。おいおい、タバコだけじゃ吸えねえだろ。ライターないのか。確かに、ライターない。そのくらい気を利かせてほしいよな。待ってるぜ。ライター？ライターって誰持ってんの？なんか落ちてんな、あそこ。おい、行ってみよう、行ってみよう。あれ、なんだろう、あの光ってるやつ。ライターだ。奇跡が来ました。ライターゲット。これでこのクワの人にね、あげましょう。持ってきたで、約束のタバコとライターや。待ってたぜ。よし、私はライターも。約束や、クワを貸してくれ。おっと、俺は考えるとは言ったが貸してやるとは言ってないぞ。意地悪。模範囚やって思ってたのに。何やってん。なんで怒ったか。俺に喧嘩で勝てるとは思ってんじゃないだろうな。うわ、
うるさいわ、力ずくでも奪い取ってやる。喧嘩始まる。囚人勝たなきゃ絶対。うわ天気よ、刑務官来る前に片をつけなければ。うわまた1分以内、今度は2人だね。うわ行け、よしおりゃよっしゃ行け。おお早い、今回めっちゃ早い。川野さん、約束のクワはカスクラク、許して最初から素直にしとったらよかったんじゃ。クワを借りた。やっぱみんな喧嘩でね、蹴りをつけるんだ。これで神山のところで鎖付きフックを作ってもらおう。はい、やっと作れるぞ。この人は素直に作ってくれそう。揃えたぞ、鎖とクワだ。これで鎖付きフックってのを作ってくれ。鎖渡したクワも、おお、すごいです、これならきっと作れるです。ちょっと待ってて、工作員行ってくるです。いってらっしゃい。え、もう行ってきた。まあ待たせたんです。これできました。早っ、フック作る早っ。何に使うかは知らないけど、俺が手伝ったことはな、内緒で。ああ何かあっても黙っとくわ。あんたなら きっとなんかでかいことをするでしょ。楽しみにしてるます。ちょっと鼻につくけどな。やっとできた、やっとできた、よくやった。それをグラウンドのマンホールに隠すんだ。見張り台の近くにある。え、見張り台の近く、ここ草打ちキック隠した。これで準備完了だ。おー終わった準備。深夜25時来ました。あー毛布もないんだ、みんな意外と寝相いいんだね。お来たよこの時間が。起きてる起きてる、鍵持ってる。頑張れ。うえ、どこでゲットした？賄賂？すごい。できるかな脱獄。よし、あー呆れた。強っ。うわ、なんだなんだ、どうしたんだ、何の音だ、くそ、何が起きたんだ、どうしたんだ、見えねえ。みんな起き始めたよ。なんではこの騒ぎは、何事だ、何をやってるか。おお順調順調。あいつは、ああ冴島、これはどういうことだ冴島。無言で。どうやって棒から出たんだ。うん、脱獄するつもりか。ああバレた。こんなことしてどうなるか分かってんだろうな。おい失敗したらめっちゃ殺されそうじゃない。うわおい俺も出してくれ。やばい、お前には懲罰棒も生ぬるい。うん、今すぐここでぶっ殺してる。うわ文句はねえよな。
この人すぐ殺すもんね。手加減はなしだ。強そうみんな。絶対この部屋から出すな。鍵かけられた。ここにやれ。ゲーム感頑張る。うわ、浜崎は警部官足止めしろ言うてたな。面倒や、全員倒して鍵も入手や。待って待って、うわ強いって絶対。うわなんかある。よし、いけ、いいじゃん。うわなんか一つ一つがさ重いんだよね。いけ、いけ、おお、やった、よし、あ、うわ、くれ、うわ、いた、やばい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 、うわ、ちょっと待って、あ、倒れた、よし、うわ、やった、いけ、よいしょ、くれ、うわ、やめろやめろ、よいしょ、松田さん、いたいた、よっしゃゲットしたぞ、刑務官のやつ強っ。この人強くない？斉藤さんめっちゃガードされるし。くれ、よし、いけ、あとちょっとだ、うりゃ、あー以上、やった倒した。うわぐ、うわくそー、悪いな、鍵はもろてくで、やった鍵ゲットした。こんなみんなボコボコなれるもんなんだ。ふふ、逃げられると思ってんのか最初めよ。え、ここを出ようとしたのはお前が初めてじゃね。だがな、誰一人成功したやつはいない。そういったバカどもは俺が全てとっ捕まえてるからだ。まだ終わっちゃいねえぞ、せいせいあがくんだな。クククク、出られないって、どうやって出んのかな。あ、所長室へ向かえ。え、あ、待って、あと1分しかない。ちょっと途中でカメラのメモリなくなったのでデータ消してまた やります。途中から始めます。じゃあ行くよ、いけ、よいしょ、うわなんだこれ、長い棒持ってるぞ、よし、よしよし、いけ、くれ、おりゃおりゃ、よいしょ、いけ、よいしょ、おい、よいしょ、この人いけ、うぅ、あ、いた、あ、いた、うわ、逃げたぞ、あの人、よし、うわ、しばるしばるしばる、おぉ、危ない、おぉ、スリル満点、ここもゲットね、こっち、こっちが、うわやばい、またギリギリの男、うおおおぶな、こっちだバカめ、うわくそばれや、うわっ、あ、斎藤、斎藤城、よし強いな、さっきボコボコしたのに強い、この人いけ、よし、ちょびっとしか効かん、うわ結構効いた、よし、いけ、くれ、うわ強っ、うわ後ろ後ろやめろ、早いねこの人、よし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 、
逃げ。うわあ。よいしょ。ああ。回復。くらい。よし。ボコボコにしてやる。よいしょ。行け。いた。強い。よし。よしよしよし。うわー。早っ早っ早っ。ヌンチャクみたいにやってくんだ。うわー。当たったー。おお、連打連打。よしよし。勝機やった、来た。冴島の勝機。ぶっ倒しんじゃい。鼻痛っ。いつも正気予想の上行くんだよね。あ、やった、レベルアップ、イエー、倒しました。斎藤、これでどこだ、これなんか持ってたっけこの人。あ、持ってるわ、カードキー。これで差し込むんだな。よし、使いました。おお、あ、ここ地図で見たね。なんかとりあえず持ってみる。え、こんな場所があんの。急にホテルみたいになってるけど、ここドア開いてる。はあ、はあ、いる、探してる。おい、どうした、まだ用は済んでないのか。そう、なんでねえんだ。これじゃ足りねえ。証拠が足りねえんだ。証拠。ああ、来た来た。くそ。二人、おら、覚悟しろ。この人たち、道具持ってないんだ。いけ！葉っぱか。よいしょ。あれ、いい。おお、やった、早い。はあはあ。すまんの、今捕まえるわけにはいかんのや。あ、捕まれた。どうした、大丈夫か。なんか隠し持ってる。ああ、こっちは問題ない。あんたの方は多分これだけあれば十分だ。とりあえずここから抜け出そう。ああ、なんだあれ、脱出しろ。うおー、脱出できんのこれ。今日脱獄の計画から開始まですごい早かったよね。なんか個人的に神山くんがさ、なんかすごいコキ使われてかわいそうだった。次回無事に2人は脱出できるのか、そしてあの浜崎さんが持ってた謎のファイルみたいなやつは何なのか、お楽しみに。じゃあ最後に一言、この前 Uber Eats 頼みました。しかもタピオカ一杯のために、しかも1000円超えた、高い。じゃあまたね、お疲れ様です、ウーバーイーツの方。